俺の名前はルパソ三世。俺の名前は資源大介。この動画は、かの有名な大泥棒とは全く関係のない、ごくごく普通の俺たちが、ただゲームを実況しているだけの動画です。よかったら見てやってくれな。いつも動画をご視聴いただき、誠にありがとうございます。ありがとうございます。バイオショックインフィニット、前回のおさらいをしましょう。カムストックのいる飛行船。髪の毛に乗り込んだブッカーとエリザベス。最上階で待っていたカムストックは、悪びれることなく、エリザベスに話しかける。怒り出すブッカーに、彼はさらにこう言った。エリザベス、自分の小指がどうなったのか、この男に聞け、と。それを聞いたブッカーは、小指のことさえも自分のせいにするつもりかと、彼を敵視させてしまう。エリザベスは彼に問う、自分の小指がない原因を知っているのかと。もちろんブッカーは知る由もない。生まれつきなのだろうと思っていたのだから。その時、エリザベスが悲痛な声で言った。鼻から血が出てるわよ。と。というところまで話が進んだんだったな。資源、フィナーレが近づいているぜ。ああ、どうやらそのようだな。今回で最終回となるため、いつもよりも長い動画になっています。ラスト10分くらいは解説となっておりますので、そちらも合わせてご覧いただくと、より一層楽しめると思います。それでは、続きをお楽しみください。カムストックは死んだ。彼の野望も、これで消え失せたんだ。もう、コロンビアにいる必要はなくなった。エリザベスを連れて、ここを出よう。さらば、カムストック。俺も一発殴りたかったが、ここでは攻撃できない仕様だ。と、思ったら攻撃ゲージが表示されたので、とりあえず殴っておく。資源、もう十分だろう。未来を変えることはできたんだからさ。だが、過去は変えられない。エリザベスを長年閉じ込めて、拷問までした。彼女の傷は癒えることないんだぞ。まあ、そうだけどね。ここから行くのか？いや、違う、カムストックの寝室だった。思いのほか、こじんまりとした部屋なんだな。うん？これは？彼が戦争に行っていた頃の軍服では？そこがまだ引っかかってるんだよな。戦争に行ってたのは嘘か誠か。ボックス本拾った。ルーティスだ、聞いておくか。預言者の死期が近づいている。病の転移により、老化が進んでいる。そして、こちらの世界のカムストックが死に直面しているというのに、別世界のカムストックはピンピンしている。遺伝的特質がすなわち運命であるなら、この違いは一体どこから生じているのか。装置を長く使ったことが原因だろうか。調べてみる価値はあるだろう。そういやブッカーも、戦死した奴もいたが、このブッカーは生き残ってるな。カムストックにもいろいろいて、装置を使わなかった彼もいるということか。使用ができたり、老化が進んでるなら、ギアの装置は相当な副作用があるってわけだな。だが、ルーティスやフィンクはなかったから、よっぽど異常な回数で使用していたんだろうな。なんだ？口バーか？ここもカムストックの部屋ですよ。どんぐりや守り。どんぐりにゃーないと思うよ。カムストックの机だ。何かあるのかな？ボックス損があるよ。資源。本当だ。あれ？この写真は、奥さんと幼い頃のエリザベスですね。奥さんの命を奪い、エリザベスの人生を奪おうとした男が、これ見よがしに写真を飾ってるぜ。カムストックからすれば、彼女たちに愛情を注いでいたのは間違いないのでしょう。違反だ、愛情だだな。なんでアライグマ？剥製といえば、ナウンズですかね。あいつの方がまだまともってどういうことだ。ボックス本取ったぜ。カムストックだ、聞いておくか。人間が生まれ変わった時、洗礼の水の中に残された古い体はどうなるのか、消え去るのだろうか、それともどこか別の世界で罪人のまま生き続けるのだろうか。ちょっと何言ってるのかわかりませんね。中二病みたいなことを言いやがって。資源、うん、ボックスソンですが、うん、その中二病のようなカムストックで終わりです。はい、いくつか見逃しはありましたが、今のが最後のボックスゾンでした。今のが最後って、じゃあ、もうラストも近いのか？はい、ゆっくりですが確実に、この物語の終焉は近づいてきています。よっしゃ、わかった。この船で脱出して、地上に帰ろうぜ。エリザベス、小指のことをまだ気にしてるのかな？この鍵を頼む。うわぁ、無言。いや、本当に俺は小指のこと知らないよ。知らないんだからな。よし、操縦室だ。これでコロンビアを脱出できるぜ。刑事って鳥かご？どうした？
何を伝えようとしているの？鳥かご刑事、何か見逃している。私たちにとって何が最良かを、部下、これから起きることを彼らは知っていると言います。部下、こうなることが分かり、この未来が見えていたのですか？預言者よ、あなたの娘は玉座ではなく私たちが墓に埋めるのです。おい、何をしている？あいつに聞かせるのよ。あいつってエリザベス、やめろ。G.E. 単語じゃなかったのよ。コードなのよ。しー、大丈夫？聞いて、助けてくれる？私を守ってほしいの。たった一回、今回だけ、お願い。さあ行って。ほらほらほら、部下行けるわ。ボックスの艦隊と戦うの。マジかよ、タムスタックも死んだってのに。ロケットよ、注意して。資源、これが最後の戦いです。リビューへに表示された原理は、この乗り物の状態を表しています。彼らは船の破壊行為をしてきますので、それを阻止しながらやっつけましょう。また味方になったソングバードに指令をし、ボックスの船も破壊していきましょう。さすが最後になると派手だな。ソングバードに行き先を。ガンシップだ、やれ。どうかの火にかけ。助かった。資源、その水色に光ってるやつを壊されたらゲームオーバーです。そうか、船を狙うやつと俺を狙うやつに分かれてるんだな。痛い。ソングバードに撃墜してもらおう。ガンシップを破壊しろ。撃墜してるところは映さねえのかよ。すまん、それどころじゃなかった。まだ来るわ。次はこいつを落としてもらおう。あの飛行船だ。ミサイルがめっちゃ飛んできてる。気をつけて、パトリオットよ。パトリオットって、あ、ほら見ろ、ソングバードが戦ってくれているぞ。かわいいな。やばい、また死にかけ。ダメくね。元気に一生終えた。最後なだけあって、敵が多すぎる。もっとよく探してみるわ。弾と掘ると不足になるんだよね。きついな。ダメ決めた。サブマシンガンでやるか。とか言ってる間に、サブマシンガンもダメ決めそう。パトリオットが次から次へと湧いてくるし、ください、ダメください。やめろ、船を壊すな。まだパトリオットが出てくる。パトリオットが止めらない。ヤコ殿はすっこいでろ。弾が切れましたよ。いやん、どっちも弾切れ。しかも死にかけてます。やばい。いけて、いけ、死の弾くらえ。死ぬ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 。ふぅ、頑張れ鳥、やるんだ鳥。敵はどこだ？船はまだ持つのか？あれ、ゲージが消えたんだが。パトリオットを倒して。あ、はい。ビリビリ、こいつ置くな。あれ、消えた。お、終わったのか。思ったより順調だったな。順調に見えるのは、すごいカットされたからだと思うぜ。よし、船は無事だし、あとは地上に帰るか。一つやり忘れていることがあるよね。え？鳥も味方に着いたし、何の問題もない気がするが。エリザベスの力、まだサイフォンに抑えられたままだね。あ、そういや、サイフォンを壊す方法を考えるって言ってたな。ソングバードが味方になってる。そうか、鳥に壊させればいいんだな。エリザベスやい。部下来て。なんだ、どうした？見て、ソングバードを使えば何もかも破壊できるわ。サイフォンもね。それでいいのか？真実を知るためならね。私の指のこと、カムストックのこと、すべて。そうだな、力を取り戻すことで真実がわかるかもしれん。よしやろう、全部ぶち壊そう。エリザベス、エリザベス、コントロールを失った。奴が来る。いいえ、来ない。
あいつは、奴はどこだ。静かに。大丈夫。私はここよ。もういいの。そう。そうよ。エリザベス、気を落とさないでくれ。あ、ソングバードか。海水が逆転だったからね。お前、また号泣して。ここは何なんだ。エリザベス。扉なの。扉はたくさんある。こっちよ。扉、どういうことなんだ。どこへ行く。いいから、こっちよ。カムストックがお前の指について言っていたが、その答えがここにあるのか。な、こっちよ。ここはどこなんです。海底都市です。バイオショック1と2の舞台になった街です。じゃあ、ここがフィンクが覗いていた世界か。こっち。いや、ちょっと周りを見させろよ。そうですね、すっかり廃墟とかしていますが、この街が栄えていた頃を覗いていたようですよ。2階も見れるのか。うひ、何これ怖い。まあ、1と2をプレイしてた人ならわかるんでしょうね。へえ、こっちは行けるのかな。いえ、行き止まりです。あら残念。音楽が鳴ってるのね。どこかで聞いたことがある曲だ。ゲーム本編では流れてませんよ。うん、でも知ってるこの曲。けどどこで聞いたか思い出せなくてモヤモヤする。すごいでかい都市なんだな。空気をどうやって取り入れてるんだろう。しかしエリザベスの力、矢を作ることもできたっていうのは、こういうことだったんだな。思い出した。なまったかと思えば、急に叫ぶのやめてもらえます。この曲はメールだ。ラメール、海という意味ですね。マニアックなこと言っていい。お好きにどうぞ。宝塚版ルパン三世の公演で、銭形役していた人が、その公演のショーの最後で歌ってた曲です。はぁ、すっきりしたわ。海底都市だから、このラメールが流れてるのでしょうか。ここに行かなくちゃいけないの。なに、一体何なんだエリザベス。扉がどうしたって言うんだ。見せたいものが。え、もうちょっと再開させてくれよ。資源、ここで拾えるものはないので、早くエリザベスのところへ行ってあげて。そして、一緒に真実を見るんだ。真実、わかるのか？もちろんです。彼女はもう、すべてがわかっているのだから。え、そうなのか？行けばわかるよ。うん。じゃあ、行くか。いや、行っていいのかな？行くんだよ、資源。ルパソなんか怖い。エリザベスもなんか怖い。いいから、早く起動して。はい。嫌な予感がする。え、ブッカーまでそんなこと言って。いや、のヒントになった代物じゃないですかね。どこに向かってるんだ。起動です。それはわかりますが。うわぁ、すげぇ。海底都市だって。バカげてる。バカげてても目の前に存在してるしな。うわぁ、何階建て。照明がついてるビルがあるってことは、まだ人が住んでるのかな。エリザベス、一言も喋らなくなっちまったよ。うわぁ、でっか。この街でっか。吸い込まれそうで怖いな。ああ、見えなくなっていく。うわ、うん。あれを見て。数千の扉が、一気に開いた。はぁ、すごく綺麗。星か？星が扉？あの無数の星は、扉なのか？扉。もしかして、たくさんの平行世界の扉？来て。さあ、こっちよ。さあ。エリザベスの力によって、無数に広がる平行世界の扉が現れたのか。うん？この建物は一体？開けるのか。ダメね。なぜなの？私たちはここへ来たことがあって、思い通りにできるはずなのに。どうして？おい、それは。鍵よ。どこにあった？ずっとここにあったのよ。見えなかっただけで。え、開けるの？これも平行世界の扉なんだろう？そう、過去未来どこにでも行ける。え、開けるの？いや、開けろよ。
ね、星じゃない、扉なのよ。扉だと？あらゆる場所につながってる。好きなのを選ぶだけよ。うん、無数の平行世界を移動して真実がわかるのか。この階段は行き止まりだった。あれが全部平行世界？どれだけの数があるんだ？数えることは不可能でしょう。この灯台は何なんだ？俺たちは一体。数えきれないほどの世界があるの。同じようでいて違い、変わらないようでいて変化する世界が。何？あるのはいつも灯台、一人の男、それから都市。なぜわかる？扉を通して見えるの。あなた、私、コロンビア、ソングバード、でも何かが違う。変わらないようでいて変化する。そうよ。カムストックが有利になった世界、ボックスが勝利した世界、エリザベスを助けられなかった世界、少しずつ異なる世界がたくさんあるってわけか。見て、俺たちだ。正確には違う。私たちは別の海を泳いで同じ海岸に漂着した。始まりはいつも灯台なのよ。わけがわからん。わからなくていいの、結果は同じだから。なぜだ？そういうものだからよ。過去においても未来においても道はたくさんあるようだ。でも行き着く場所は一緒なの。始まりの場所よ。俺は迷子のままだ。部下、あなたも言ったことがあるわ。行き着く場所は一緒、始まりの場所、ブッカーも言ったことがある。自然、とにかく進みましょう。どっちへ進もうと行き着く場所は同じです。別の世界のブッカーたちもここから行き着く場所へ向かうのか。そこで事実がわかるんだな。うん、そうだね。エリザベスがなぜピアを使えるのか、すべての理由がわかるんだよ。見せたいものはそれなのか。そうだね。どの世界のブッカーもみんなここにやってくる、真実を知るために。待て、ここは見覚えがある。俺はここにいた。20年前、ウンデッド2の直後のことだ。何かを探してた。そう、確か。さあ早く、時間の無駄ですよ。どうしてここに？これはブッカーの過去。過去を消す準備はできましたか？これより罪を浄化し生まれ変わるのです。さあ準備はできましたかな。では私の手を。いやだ、俺はそんなつもりじゃ。でも、もうやってしまったんでしょ。さあ、資源、過去にやったことを思う一度再現するんだ。生まれ変わる覚悟はいいですか？ああ。罪を憎みますか？ああ。自らの邪悪さを憎みますか？ああ。過去の自分のすべてを捨てたいと願いますか？子羊の血の中で生まれ変わることを願いますか？ああ。主よ、この男を浄化し、新たな生を与え、構え。今の話だ。クソ、話せ。何をしている？話してくれ、話せ。おいおい、やらなかったのね。川に浸かれば過去を変えられるとでも。行こう、この扉は君が出した手矢なんだろう。開けてくれ、パリに行こう。こんなところはもうごめんだ。カムストックを探すのが先。カムストックは死んだ。いえ、ここにいたの。こっちよ。カムストックがまだ生きてる？あの時のカムストックは死んだかもしれない。だが、過去の世界、無数の平行世界で、彼は生きている。そいつを探すってわけか？キリがなさそうなんだが。で、借金の件は？娘を連れてくれば、借金は帳消しだ。君を探すのは彼の依頼だった。そうなの？ああ、借金と引き換えにな。ちょっと待て、このうるごゆはなんだ？鳴き声がする。資源。え、知らない、俺知らない。資源、鳴き声がする部屋に入るんだ。え、だって俺、娘を連れてくるっていう依頼を受けただけだぜ。嘘だよな。さあ、扉を開けて、資源。いや、嘘だろ。嘘だろ。待て、何か変だ。
どうなってる。ここに赤ん坊はいなかった。間違いない。赤ん坊なんかいなかった。いてもこんな男に任せるか。部下、やらないことには先に進めないわ。おい、デュイト、時間がないぞ。娘を連れてくれば借金は帳消しだ。嘘だ、嫌だ。だって赤子は被害だって言ってたじゃないか。それがお前の正しい記憶ならな。本当にそう言っていたか。ただ赤子の記憶がなかっただけじゃないのか。さあ早く。嫌だ。好きなだけ待てばいいわ。でも最後には渡すことになるのよ。なぜわかるんだ。扉という扉が見えるの。そしてその向こうにあるものまで。そう、彼の姿も見えるわ。カムストックか。ルーティス兄、依頼者はカムストックだったのか。俺はカムストックに娘を。他に道はない。借りは返してもらった。カムストックが全ての罪を洗い流す。あ、言ってしまった。エリザベス、これが本当の過去なのか。娘を連れてくれば借金は帳消しにしてやる。赤ん坊はいなかった。コロンビアからお前を連れてこいと言われただけだ。部下、血が出てるわ。違う、本当にあったことは。あの時混乱させてしまったな。これからもっと混乱することになるでしょうけど。さ、嫌だ、行きたくない。これらは全て済んでしまったこと。お前は行くしかないんだよ。ここに何の用がある。カムストックは死んだんだ。俺たちとはもう関係ない。こんなところで死んだ。チェンリンのように、カムストック夫人のように。いえ、彼は生きてる。無数の世界の中でね。預言者が死んだからといって終わりにはならない。彼がそもそもこの世に生を受けなかったことにしなければいけないのよ。見舞いのエリザベスも言っていたね。そもそもやらないという道ならあるかもしれない。それをやろうとしているのか。エリザベスは最後のチャンス。おい待て、取引は中止だ。だいぶ不安定になってるんだ。聞いてるのか。取引はなしだ。赤ん坊、その子を返すんだ。何を言ってる。狭間に囚われたりはしないわ。さあ無理だ、不安定すぎる。今通らないともっと不安定になるわ。狭間に囚われてしまったらまたいつ会えるかわからんぞ。そんなことにはならない。保証する。保証などできるものか。ティアを使わなくなるわ。ここで待たせてもらう。カムストック、ちょっと若いな。娘を連れ去られてしまうよ。嫌だ、ここでなかったことにするんだ。赤ん坊を返せ、クソ野郎。いや、行きましょう。待て、ダメだ、ダメだ、アンナ、アンナ、アンナ、今すぐにだ。娘を返してくれ。やめろ。アンナ、アンナ、嘘だ。こんなことはすまない。アンナ、すまない。アンナ、エリザベスの本当の名前。奥さんの名前だとお前は勘違いしていたがな。小指がこっちの世界に残ったから彼女はギアを使えるようになった。そういうことなのか。そうだね。俺はなんというひどいことを。あの子はもういないわ、ブッカ。アンナはいないのよ。あなたは後悔とともにこの部屋に20年近く住み続けた。そしてある日、男がやってきて食材のチャンスを与えた。私たちがまた一緒になるチャンスを。ルーティス兄弟、そう、冒頭の二人が現実はこんな部屋になっていたのか。荒れに荒れた生活を送っていたんだね。だが、なぜ俺は記憶がない。向こうの世界に行けばわかるよ。予定通りよ。借金は中止。彼がどうなるかしら。アンナ、アンナ、すまない。
夜勤は自己処罰のつもりかしら。終わったことは終わったこと、なされたことはいずれなされる。彼なりの償いなのね。彼は我々のもの。借金を帳消しに、娘を連れてくれば借金を帳消しに、娘を連れてくれば借金を帳消しに。記憶を作り始めてる。自分の説に随分こだわるのね。昔の記憶から新しいものを作ろうとしてるんだ。脳が適応しようとしてるのね。そうさ、俺も同じだった。部下起きて、部下起きて、ここが始まりの場所よ。お前を撃った、俺はお前を撃った。少なくとも取引から逃れようとはしたじゃないの。みんなカムストックのせいだ。娘を奪われる前に奴を殺したらどうなる。いよいよ動き出したわね。何年前に戻ればいいか分かるものなのか。それしかないんだ。奴が生まれた年に戻ってベビーベッドの上で窒息死させる。そうだ、彼さえいなければこんな悲劇は起こらないんだ。今のエリザベスならどの過去へも連れて行ってくれる。カムストックが生まれた時に戻ってあいつの息の根を止めるんだ。これが食材のチャンス、最後のチャンスだったんだ。エリザベス、いやアンナ、俺はお前のためにこの罪を滅ぼすためにカムストックの命を絶たそう。未来のお前が言っていた、ブッカーの罪はどこから始まったのか、お前の罪はどこで終わるのか、ここでケリをつけよう。ブッカー、あなた本当にそれでいいの。それしかない。俺がお前にしたことを帳消しにするには。ブッカー・デュイット、生まれ変わる覚悟はできましたか。なぜまたここに。さっきと同じ場所ではないわ。いや同じだ。待て、過去の自分の全てを捨てたいと願いますか。一体誰だ。あなたはここから去った。別の海では違う道を選んだ。洗礼を受けたのに、そして別人として生まれ変わった。カムストックか。全て終わりにしましょう。なかったことにするのよ。私たちの中から完全に消すの。奴の首を絞めるんだ。首を絞める。道が選ばれる前に、あなたが生まれ変わる前に。さて、洗礼名はどうしますかね。彼はザッカリ・カムストック、彼はブッカ・デュイット。俺はその両方だ。資源、息してますか？ヘブア。まずその外れたアローを元に戻そうか。私は誰ですか？あなたは資源です。もうエンディングも流れていますので、早く戻ってきてください。ブッカーはつまり、カムストックだったのですか？お前が散々文句を言っていた相手は、お前自身だったということです。ヘブア。ちょっとまだ整理がついていないんだが。わかりました。順番に説明をしていきましょう。この物語が始まる前、ウンデッドニーで虐殺を繰り返したブッカーは、戦争が終わった直後に洗礼を受けようとします。さっき見た通り、ブッカーは直前で洗礼を断ったが、平行世界では洗礼を受けたブッカーもいた。それがザッカリー・カムストックか。一方、ルーテスたちはティアの研究に勤しんでおり、その存在を知ったカムストックは彼らを支援し始める。ティアを除いて知ったのは、洗礼を受けたカムストックにとって非常に許せないものだった。中国のティア弾事件か。率先して戦に出たものの、空中都市建設に協力的だったアメリカ政府がやりすぎだと撤退命令を出してきたことで、アメリカにも憎悪を抱くようになった。その頃、ブッカーはピンカートン探偵社に入り、結婚をし、娘も生まれたが、奥さんは出産で死亡。そして、戦争に行っていたままの精神なので、酒やギャンブルに溺れまくり、
借金まみれになった。ガムストックはティアの覗きすぎて、急激な老化、腫瘍、そして種なしとなる。彼はアメリカを滅ぼす計画を立てていたが、自分の寿命が尽きることを知り、後継者を探した。彼の気を引くもの。平行世界のブッカーの娘か。ご覧の通り、彼は借金をチャラにしてもらう代わりに、アンナを売り渡してしまった。だがその罪は重く、ブッカーにのしかかり、戒めとして、手にエディと響き刻む。エディ、アンナゲイットのことか。そして彼は17年、荒れた生活を送る羽目になった。ガムストックの計画は思い通りに進んでいたが、ルーテスたちを暗殺したことで、変わってしまった。ティアを自由に移動できる存在となった彼らが、ブッカーをガムストックの世界へと連れ込んだのだ。平行世界に移動すると、新しい記憶を作り始める副作用が出る。娘を連れてくれば、借金は帳消しだ。そう、そして、この物語が始まったんだ。最後に怒涛のネタ明かしを持ってくるとは。ゲームってさ、一度やれば割とそれで満足しちゃうじゃない？制作者側の思惑はそこにあって、一度プレイしただけではわからない。何度もプレイすることで、真実がわかってくる。というコンセプトで作られているんだ。そうなんだ。半ば2周目、3周目をしていくと、新しい発見があったり、ブッカーたちの言うセリフの中に、がっつり言ってる答えを見つけたりして、噛めば噛むほど味が出てくるスルメ状態になるんだよ。そんな答えとかあったか？まあ、初っ端から答え出てるからね。え？ゲーム冒頭でルーテスの一文が出るのだけど。これか？被験者の心は、存在しない記憶を作り出そうと懸命になる。そこからもうネタバレしてるからね。マジか。あとは、初めてガムストックと会話をするとき。ああ、モニター越しで話をしてたときがあったな。ガムストックに事実を言われて、ブッカーは思い切り鼻血出してますからね。え？マジで？他にも初めて見た時の感じ方と、2周目以降は全く異なる受け取り方になるよ。例えば、そうだね。エリザベスと出会った後に見た夢で、なぜブッカーの家に彼女がいたのか？砂浜で意識が朦朧としてた時、エリザベスの顔を見てアンナと呼んだのは？小指について、初めて話をした時、ついにすまないと謝ったのは？ガムストックを殺したとき、ブッカーは叫んでいたね。自分の娘だろうが、このクソ野郎、お前は自分の娘を見捨てたんだ。それと引き換えに何を手に入れた？ああ、もうやめてくれ。ねえ、見事なブーメランですよね。個人的に久しぶりに見ていて胸が痛かったのは、ソングバードに追われて海へ落ちるシーン。ソングバードに連れ去られるシーン。アンナを手放してしまった時同様に、彼女のその腕を握ることができていない。そんな細かいところを見てたのか、お前。闘技満州したと思ってんだよ。ま、それでも今回久しぶりにプレイを見て、改めて発見できたこともたくさんあってよかったよ。そういや、カムストック夫人って、ブッカーの世界での奥さんと同一人物なのか？わかりません。わからんのかーい。奥さんの記憶は少なからずあったから、夫人と同一人物なら、顔を見て何か気づくと思うんだよね。だが、ガムストックが完璧に血縁を気にするのなら、ブッカーの奥さんを探し出して、自分の妻にしたというのも考えられるよね。ブッカーの記憶は曖昧だから。俺は夫人とブッカーの奥さん、同一人物であることに一興だな。同一人物といえば、ブッカーがコロンビアに来て、洗礼を受けた牧師さんと、過去、洗礼を断った牧師さん。同じ人らしいです。え？そうなのか？同様にカムストックが洗礼を受けた人物なので、コロンビアに招かれたのでしょうね。ちょっと待て、ブッカーはともかく、牧師はなんで気づかなかったんだ？時が経ちすぎたから、覚えてないだけか？いえ、彼は目が見えていないらしいですよ。その証拠に、目をよく見てください。あ、眼球が白い。とまあ、こんな風に、他にもたくさんの伏線やつながりが隠されています。すげえな、バイオショックエンフィニット。ちなみにですが、バイオショックシリーズのテーマは、親子愛だそうです。カムストックとエリザベス。そして、ブッカーとアンナってことか。二つの親子の関係が散りばめられたストーリーですね。じゃあ、エリザベスが歌っていた時に、お前が泣いていたのって。本当なら、この二人は、こんな風に生活をできていたはずなんだよね。って、思うと泣けてくるだろ？一つ疑問なんだが。
ルーティスたちがやってたコイントスの意味は？あれは今まで他の平行世界のブッカーたちが同じように表を成した数らしいよ。じゃあ何か？彼らは永遠とたくさんのブッカーたちを導いているのか？そうだね。多分だけどそういうことだと思う。気になる人はもう一度最初から見てみるといい。資源の発する感想が露骨に感じてくるから。言うなよ、恥ずかしいじゃねえかよ。言ってたもんね。お前はエリザベスを物のように扱い、私利私欲のために見放すんだとかね。やめてくれ。というわけでバイオショックインフィニットはこれで終焉となります。一応ですね、ダウンロードコンテンツでショートストーリーがあるので、そちらの方もおいおいやっていきたいと思っています。そちらの方は初プレイとなりますので、資源一緒に考えていこうな。それはいいんだが、ショートストーリーがあるってことはブッカーは死んでいないのか？実際死んだのは生まれ変わったカムストックだけで、ブッカーはエリザベス、いやあんなと新しい人生を歩めていけたのか？うん、難しい質問ですね。実はこのエンディングの最後にその答えらしきものがあるのですが、捉え方は人それぞれと思うので特にコメントも補足もしません。本当の答えはショートストーリーでわかるのかもしれませんが、それも未プレイのため断言できないです。まだエンディングは長々と続くのだが、カットさせていただくぜ。それではここまでのご視聴ありがとうございました。アンナ、アンナ、アンナ、お前なのか？Thank you.